is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. では、早い夕飯を、うん、食べます食べますあ、間違えた、作ります今日は、これなんだっけ、なんとか上手さ、焼き上手さ、焼き上手さを使って何、ドリア、ドリアを作ります、うん、我が家のおすすめチキンライスです。チキンライス冷凍のね、うん、しかもなんか結構これ入ってるな、量が、うん、うん。これだけで足りるんじゃない、パンとか買ってきちゃったけど。そうだね、まあまあまあ、パンはパンで1枚焼くとかね、うん、おしゃれなことをやりましょう。ハムもね、買ってきたからね、うん、今日はね、まあ、おしゃれなね、うちの家族としてはやっぱりやらないと。もうどの口が言ってんの。でかさ、今日さ、うん、あれしよう、インスタライブ、うん、あれしとく、ストーリーとか報告しとく。ああ、うん、そうだね。なんかお腹空いてなかったのにお腹空いてきちゃうんだよね。そうだね、いい匂いするとね、うん、やっぱり足りないよ、これじゃ私たちは足りないか、うん、いけるよね、た、なんだっけ、米にパン食おうとしてるんだよそうだね、うん、はい、ということで今日の21時、はい、これからインスタライブ、まあこの動画の時にはね全然終わっちゃってるからあれだけどね、うん、あ、そうだねはい、見ていただいた皆さんありがとうございましたうまいじゃんすごいね、もうさ、うん、やめな、そういうの動画慣れするの本当にちょっと前まではさ、うん、あれだったら当日に流すような感じでさ、うん、来てねとか、逆に来てねとか言っちゃってたじゃん、このカメラにそうだ、もう今はちゃんと逆にお礼が言えるっていうねもうそういうことも想定できるようになったっていう成長だよね。そうだね、うん、慣れたよね、うん、私は涙が出るほど嬉しいよあ、そしてタナチャンネル見ていただいた皆さんありがとうございました。はい、自分のなんか動画出たからっつってアキがね出てないからって悲しがってる人多かったけどねそうだねそんなに言ってもらえると思わなかった。いや、そう言われるだろうなと俺思ってて。なんで、早く言ってよ。なんか動画慣れしてないもんだから、こっちはさ、うん、恥ずかしくなっちゃった。ほんと、ケンジは本当って聞くだろうね、あの動画を見た時は。私は思う完全に慣れてると思ってこっからが私、うん、見せどころです、こちらの見せどころ。はい、これさ、すごいの見つけてさ、ホワイトソース、ね、あ、何、あ、今カメラと喋ってるなって。ああ、そう、動画慣れしてるんで、こっちはこれ抜いて、ホワイトソース、これをかけてね、なんかおしゃれだね。ちょうど見せ所のとこ聞くってことは大して見せ所ではないんだろうね
次チーズを乗せていくよ。うん。チーズはいっぱいの方が美味しいじゃん。うん。多分食べたことないからね。で、それをスライスチーズも乗せると。この方が良かったね。何が？この粉のチーズの方を。ああ、そうだね。上だったね。うん。そういうとこあるよね。うん。よし、これで炙っていただいて。これで。うん。ここが見せどころですね。ここが見せどころ。食べれそうじゃない？いっぱい。ね、食べれそう。あ、2枚。うん、食べれるかも。ありがとう、はい、あ、ついた、危ない、もう美味しそう、美味しそうじゃん、美味しそうじゃない、美味しそう、そしてこれにですよ、うん、ハム、イキちゃんが好きなハムを乗せてあげますよ、うん、ちなみにモモとロースの分厚いハムが俺は好きだ、買えないけど、買えないけど、うん、お金がないから買えないけど、あ、かわいそうそういう、そういう時もあるよね人生ってそういう時もあるんだよ、いや、俺が買えないってことはアチも買えないそっか、え、うまそうじゃん、何、パン、オムライスじゃなくてドリア、ドリアもね、うん、パンも美味しそうだけどね、うん、めっちゃうまそうだよ、これは取った方がいい、でも逆に今まで取ってないのがまずいみたいになっちゃうでしょ、取ってないのがまずい、うん、そういうわけじゃないよそれではいただきます、いただきます、あ、焦げちゃった、どっちでもいいよ、それに入れる、うん、やばい、見てやばいね、うまそう、あ、うわー、見て、うん、やばいね、色が分かりづらいけどめっちゃうまそう、うん、で、うん、パンとハムとチーズうまそう、うん、はい、いただきます、こんな感じ、ドリアね、ドリアね、うん、まあ食べてないから、うん、味の感想を控えます、いただきます、いや、めっちゃうまそうじゃん、熱いからね、すごく、うんうん、うまっ、嘘、うん、もう消しとこっか、焦げちゃうね、うん、焦げちゃう、もう焦げてる、した文句ばっかあいつあ、お酒飲みたかった、うん、でも秘宝なんですけど、あと1本ずつしかない、ああ、いいよ、ケンジは1本、あと1本しか飲まないと思って、うん、ケンジで今日は2本なの、今日
俺のだけが2本。あーあーあああとは3本あるってことね。チチュー。ダメ。うん。コーヒー入れてもよかったね。ああ。え？これ。待って、もう酒味ちゃったから。はい、乾杯。はい、ほろ酔いのいちごスパークリング。昼に続いてまたもやね。大好きだね。うん。なんだっけ、スープがあるんだ。うんうんうん。食べれたらね。うん？食べれたらでいいんだよ。うん。うまい。うまいよね。あ、本当だ、もうこぼれてる。今日ね、視聴者さんに会えてよかったね。うん。しかも池会にね。うん。行ってみたいですって言ってくれて、参加するって言ってくれてた人でね、うん、今回ねお会いできたっていうね、うん、奇跡だよね、うん、しかも斜め前だからサイトのねすぐそこにいらっしゃるんだよ、ね、デバイスワークスめっちゃ持っててね、うん、めっちゃおしゃれだったね、うん、今日の夜はなくなってるかもしれない、ね、うん、この動画が流れた時にもうすでになくなってたらうちらのせいになっちゃうからやめてよ。めっちゃ美味しいねこれね、うん、めっちゃ美味しい、簡単でいいね、うん、ほんとさドリアって感じになるもんね、うん、ね、めっちゃドリア感があるんだよね、うん、ずっとエリュー抱っこしてたからさ、うん、左の腕がもう持てない、うん、だからこっち側持ってて、私のためにこうやって食えなくなっちゃう俺。でも私もうすでに今ね、うん、これ以上もう手あげられないから。ほんとプルプルしちゃって、うん、エリューはずっと抱っこだからね。あ、足りないね。うん、だよかった、あって。これで足りるかな。うん。いい感じの夜だね。うん。あ、夜っつってもまだ5時半だけどな、うん。まあね。なんだかんだ言って青ねってさ、こうやって見ると綺麗なんだよね。うん。あー、美味しそう。ちょうどいい全部が。これ出てる。あ、本当だ。やばい、おいしい。チーズもとろけてるしね、めっちゃうまそうだね。パンもおいしい。うん、パンすごいおいしそうだったな。 10% オフで買ってきた。うん、これやばいよ、めっちゃおいしい。パン早く食べてほしい。うん、絶妙に全部ちょうどいいの。あ、そう、うん、パンの焼き方もちょうどいい。本当だ、焼き方がちょうどいいね、うん、でチーズもちょうどよくとろけてる。うん、いただきます。はい、うん、うまいね。やばいね。うん、超高級な食べ物みたい。うま、うん、全部上手にできたね。うん、昼に食べた牛タンも美味しかったね、うん、なんで食べれると思ってんだろうね、うん、順番にもらおうと思ってんの。もうダメだろダメだろ。でもすごい、もうこれ見てカメラ目線に立ってできちゃうこれ。みんなさ、うん、8000人記念でさ、うん、おめでとうって言って、うん、ストーリーとかさ、うん、ほんとみんなやってくれたじゃない、
で DM とかもくれてさ、うん、必ず言われるのが何か買わないとです。いつもね、なんとか綺麗で勝手に買っていく。うん、ほら、1万人まではこの前ので。え、これ？どれ？ラグ？あ、そうだって。ワンコにする。8000人記念で棒だっこでめっちゃ高い。ランニングコストもかかってない。ダメか。じゃあ何がいい？何がいいって聞く？いいよ、好きなのいいって。本当？うん。そう、テント。いるだけでしょ。お金の管理誰がやってるの？俺。何の話？テント。はい、完食でーす、うん。ごちそうさまでした。うん、ごちそうさまでした。腹いっぱいになっちゃった。うん、美味しかったね、うん。意外にも楽なメニューで。パンがちょっと重いからね。量が。パン好きだからな。あ、そっか。うん、なんとも思わなかったです。うん、だいぶ腹いっぱいになった、うん、では、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ハムをちょっともらったよ。とっても美味しかったよ。もう何もくれないのかな。欲しいよ。美味しいハムがもう一枚食べたいよ。俺、美味しいハムがもう一枚食べたいんでしょ。嬉しいね、今日も。ワンプロをお届けしました。なんじゃそら。あとはインスタライブに向けて準備中だよね、うん、はい、朝こんな、やっぱ全部凍ってますね、はい、はい、いつも、こっち川沿いサイト、こっちも電源サイト、はい、めっちゃ寒いです。すげえ。朝ごはんは、はい、ピアノ湯のシェラカップでコーヒー飲んで、コーヒー飲む、食べた、残ってるよ、まだ、うん、ヒロまだ食べたいの、エルワも食べ終わったよ。今幕内 21.2 度、湿度 31%。 はい、最近はこれ買ったんで、一酸化炭素チェッカー、買い替えたでしょ、うん、買い替えた。ですごいこれ見やすいです。はい、今日の朝ごはん、酒、茶漬けとコーンポタージュ。私が今日ね、これをやめてパンにしようと思って、余ったから。あ、そう、うん、最近はコーヒーをね、シルカップで飲んでるね、うん、そうだね、この間ね、うん、どこだっけ、同志だ、うん、同志でね、シルカップで飲んでみるかって飲んだらね、
一番良かったね。そうだね。で意外にもね、あの冷めてくれるからね。そうそうそう、うん、ちょうどよくなんだよ、うん、意外とね、これ入れてるとさ、なかなか冷めてくんないから飲めないっていうね。熱いね、うん、すごいね、これ。これどうしてご飯、うん、ご飯もそれ入ってるもんね、うん、ご飯を開封前に揉みほぐし、ご飯をカップに入れ、その上にこれすれ15分だって。15分経っちゃ待たないんだって。15分か、結構使うね、うん。はい、じゃあお茶漬け。はい、ご飯も入ってるんで楽だね、これね、うん、ね。楽なのは私なのよそうそう、作ってる側が言っていい経験があるんです。うん、全然聞いてない聞いてる。嘘。うん。うん。あ、入ってなかった。どうぞ。なんか食べないとだね。お湯入れてふやかすんだよね。うん。で、チュール入れて。うん。水を、そう、取らせる。水分を取らせる。さ、うん、め、独占ね。この人たち。はい、シャケ茶漬け完食。あ、でも美味しいな。あとなんか他にもあったよね、あとね。うん、あった。なんだこれね、鶏。あ、鶏パイタン。うんうん。それも美味しそうだ。ね、悩んで今回こっちにしたら。うん。どっちも食べたいね。さあ、お茶漬け楽なんだよ。うん。意外にさ、入っていくよね。そらそら、寒いから、あったかいし、うん、さらっと入っていくよね。それがいい。またパンもらえるかなと思ってるの。一度あげたことないよ、パン。あげたことない。食べたことないよね、パン。いつもらってるよって。食べたことないよね。毎日もらってるよって。人間のお菓子は、あ、ご飯も基本あげないもん。いつもちょっともらってるって。隠し通すしかない、私たちは。怒られる。動揺してる。ね、だ大丈夫だよね、私たち。いるだってもらったことないよね、別に。人間の食べ物とか、基本あげられないもんね。はい、青根撤収10時なんで、そろそろ始めていきたいと思います。はい、荷物もうアケが積んでくれてます。はい、その間ノアとエルは待ちぼうけ。はい、な、気持ちいいね。